新宗教聖派の本山である高章寺と、浄土新宗本願寺派の本山である、本願寺高章寺三影堂高章寺、阿弥陀門下園貞順は、日本の僧侶。法名は本、本県。旧名は、花園筆佐東山天皇の団系八世島子孫である。高章寺住職、宗教法人新宗教聖派門主などを歴任した。1925年生まれ。 聖火の花絵宮は、孔章寺住職の本尺が、平民名字必ず将棋無礼により、花園雪心と名乗ることになったため、それに伴い創設された。家族制度が廃止されるまで、花絵宮の歴代当主は男爵に劣勢られていた。当主は、京都府の孔章寺にて僧侶を務めてきた。孔章寺は、浄土新州本願寺派の末寺筆頭として位置、付けられていたが、 宗祖父の花園節神が新宗教制派を起こして独立したのに伴い、道派の本山となった。父である花園佐田厚も、交渉寺で住職と務めるとともに、新宗教制派の門主を務めていた。佐田淳も僧侶としての道を歩み、父と同じく交渉寺の住職を務めるとともに、新宗教制派にて門主に就任した。 実施の花園サネノも僧侶となり、本件と合して、高章寺の住職と、新宗教制派の門主を継承した。孫の花園、シャミは、大学生の頃より、真喜びと合して、新宗教制派の司法に就任することが決定しており、将来的に、新宗教制派の門主を継承すると見られている。新宗教制派の門主は男性のみ就任できると、 定められていたが、2001年に規則が改正され、女性でも就任できるようになった。2019年死去。94歳没。官員の宮正仁親王の第四王子として生まれ、後に高塚酒の養子となった高塚佐助平の地を引いている。そのため、佐田淳は東山天皇の断景子孫にあたる。 男系相続長子優先のサリカ方程式の血縁関係を見れば、1947年に皇籍離脱した旧皇族11宮家よりも、佐田純の方が、近城天皇に血筋が近く、2016年現在存命中の人物の中では、元皇族を除くと最も近い血族となる。ただし、マトールには、息子がいないため、花縁屋で天皇の血を引く。 男系男子はマトールを最後に途絶えると見られている。軽類縁者が多数に上るため、下記には親族の範囲に該当する著名人の未使命を記載した。ありがとうございます。